メディアを再生する予告編男性ナンバー1は1935年に公開されたアメリカの犯罪映画である。監督は j イ・ウォルター・ルーベン、ライオネル・バリモア、ジーン・アーサー、チェスター・モリス、そしてジョセフ・カレーヤが出演した。メトロゴールドウィン・ベイヤーが制作、配給をした。巷では紫団という正体不明のギャング団について話題になっていた。ゴをニやした。 司法省特別警察の捜査本部は、服役中のソニーが紫団の関係者であると見て、捜査員、ジェフ・クレインを投獄させる形でソニーに接触させた。ジェフとソニーは脱獄するが、ソニーは追跡者の襲撃により負傷する。配下の一人の元に身を寄せた。ソニーは、ジェフに紫団専属の医師、ドクトルを呼ばせた。帰り道、二人は、テレサという美女と出会う。 テレサがソニーの妹であると判明したことから彼女も逃走に同行した。やがてテレサとジェフは恋に落ちるようになった。ソニーが復帰を考える中、ジェフは本部に連絡し紫団の一斉逮捕の計画を練っていた。だがジェフはソニーとテレサの喧嘩に関わったがためにソニーから追い出される。その結果一斉逮捕計画は水の泡となり、ジェフは 司法省を解雇される。その後、ジェフはドクトルを言いくるめて、紫団のアジトであるカフェへの潜入に成功し、紫団の一斉逮捕につなげることができたが、ソニーの逃亡を許してしまった。しかも、ソニーは整形手術を受け、指紋を潰したため、捜査は難航するばかりであった。捜査本部は、テレサの名を出して、新聞広告を出す作戦に出、彼を、 妹のいる劇場まで呼び寄せた。そして、ジェフは傷を負いつつも、ソニーを殺すことができた。テレサは兄を失うも、その旧敵であるジェフからの愛の告白を受け入れた。ありがとうございます。